お待たせいたしました。ザン企業リーグセミファイナルステージ第6試合の模様をお届けしたいと思います。早速ですが、今回の出場チームと選手の紹介をしていきます。あ、そうだ、その前に、申し遅れました。私、今回実況を務めさせていただきますカジノ部所属のヨーテルと、解説を務めさせていただきますカジノ部所属のマサヒロです。敗退した2名による実況です、ね、はい、はい、ちょっとね打ちたかったですけど、今日もねこの舞台で、はい、あの3人で戦いたかったですね、なんかしんみりするなまあそうですね、はい、まあちょっと第2回に期待ということで、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、では早速選手とチームの紹介していきます。まず、リレーズチームよりアーク選手、そして、アルタイルジャパンより福地誠選手、最後に健康麻雀2話目よりワイコ選手、以上の3名での対局となります。そしてですね、残りセミファイナルも参戦ということでトータルポイントちょっと確認していきましょう。現在首位が健康麻雀2話目164ポイント、続きまして2位がアルタイルジャパン162ポイント、3位におりますのが3人麻雀競技団体ザン156ポイント、そして少し離されてリレイズチームが現在最下位135ポイント、まあ、3位と4位が21ポイント差というところで、まあ、リレイズチームが残り2試合という状況なんですが、こちらのポイント状況を踏まえていかがでしょうか。そうですね、あの上が3チーム下が1チーム で、はい、でシステム上下の1チームが脱落になるんで、はい、まあ、上の3チームはねこう結託とまでは言わないですけども、はい、まあ、ラスを決めれるんだったら、リレイズに押し付けたいなっていうのはやっぱあると思うんですよね、はい、なのでリレイズチームとしてはやっぱり先行して、はい、あのトップね、多分ですけどトップ2回は取らないとちょっと厳しいのかなっていう、ってことは連勝条件、連勝条件、まあ、あとはもしくは、でかい2着とトップで、はい、あのどこかが落ちてくるのをまあ期待するというような戦い方になってくるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ではその辺も注目して見ていきましょう。それでは選手の方準備よろしければ入場してください。はい、チーチャスタート、この大事な局面任されましたリレーズチームアーク選手です。店長ですね、店長さん、そしてな、おー、踊り出した。なんちゃスタートは、アルタイルジャパンより福地誠選手。あの踊り何パターンあるんですかね。いや全パターン考えてきてるみたいですけど、ね、なんと決勝まで行ったらまた見れるかもしれないですね。そしてシャーチャスタート2枚目チームよりワイコ選手。福地さんにはあの決勝まで行ったら1分踊っていいって言ってるんで、それをモチベに多分戦ってますね今。めちゃくちゃモチベ上がってますね、はい、なんなら優勝よりもそっちが目的までありますね。そうですね、まあ、優勝したら最後に2分ぐらい踊ってもらってもいいですけどもねまあ優勝したらねいいでしょう。はい、というわけで、準備ができましたら対局の方を開始してください。やった！カジノ、酒、女、パチンコスロット、麻雀、競馬、競艇、BJ、ポーカー、バカラ、バカラ。海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを YouTube やブログで無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノ部へ急げ。まずは概要欄へ急げ。はい、どうも、こんにちは。企業リーグ2022、毎週、水曜、日曜、放送中、よろしくお願いします。はい、一礼して対局スタートしました。トイン局、チーチャはアーク選手、ドラは、ハナハイですね、これ。ハナハイが何枚あるか。ハナハイはない。赤ウピ1枚、少しバラバラした感じか。あんまり良くはないですね。はい、 E1 から切っていきます。そして福地選手、花灰2枚、ドラ4ですね。はい、第1つもは2品花灰を抜いてちょんちょんが大事ですね、これ。お、初がアンコ、まあシンプルに9万あたりからでしょうね。はい、ワイコ選手は花灰1枚、花灰売り切れましたね、これ。
あ、もうすべて出ましたね。ドラ表示に1枚ですもんね。はい。いやー、悪戦士ちょっと苦笑いですね、これ。まいったな、みたいな。まあ、もう抜きドラが全部出ちゃって、マジかよって感じですね、これ、ね。ただ、幸いなことに、そこまで、この今すぐリーチみたいな選手は、いや、そうなんで、悪戦士にも全然チャンスがあると思います。サーカウピン引いて、シャアを切っていきます。福地選手はもう仕掛けての上がりとか、見ていきますか。そうですね、初があんこですけども、はい、何の問いつも聞いてますからね、はい、まあ、何本もしやすいですし、まあでも何ぐらいじゃないですか。三蔵はさすがに泣かない方がいいんじゃないですかね、うん、あー、白かぶった、ちょっと痛いか。何出ますよ。まあポンでしょうね。はい、ポンして、まあトンかチュン切るんじゃないですか。うん、トンとチュン、トン一枚切れということで、はい、チュンの重なりの方をまだ見ると。これあのハルさんがさっきシステム的なの言ってましたけど、はい、1段目はまだションパイ残して、はい、2段目だったら1枚切れ残すって言ってましたね。あ、それなんか使えそうなシステムですね。なんか自敗の切り順とか3番ね、よく分かんなくなっちゃうこと僕も結構多いんですけど、これあの塚本の女帝システムなんで、はい、皆さん、はい、使ってください。使います。はい。さあ、そうこうしているうちに福地選手も、あ、チーピン入って一応いいシャンテンになりました。まあ、ペンチャンとカンチャンですけどね、いいシャンテンですね。はい、全員いいシャンテンになりましたね。アーク選手もハイパイ苦しかったですが、いいシャンテン。うん、リャンピンが一番広そうに見えますが、まあ素直に行くならリャンピンですけども、まあ、リャンピン切りますね、これは。はい、まあ、とにかくね、鼻灰を他の人に抜かれてて、まあなんとか先制リーチでもしてちょっとプレッシャーかけたいみたいな。そうですね、親番ですからね、はい、でチーム状況もありますから、やっぱり簡単に降りるわけにいかないと思いますよ、はい。さあ、カンパーソーテンパイ入りました。リーチいきますか。いきましたね。はい、リーチやカーか4-5-6-7-9みたいなね、はい、まあ、カンパチ、カンニのカンちゃん待ちっていうんですか、はい、これはあのジャントーがイーマンキューマン自敗の時とかは黙るんですけど、あ、変なとこかと思いました。変なとこかと思いましたね。はい、大丈夫ですね。はい、気づきましたんで、はい、大丈夫です。これジャントーがね、シャンポン変化した時に、はい、いい待ちになるんだったら黙るんだけど、はい、今回ジャントーが3ピンなんで、はい、3ピンと何かのシャンポンになっても微妙だよねっていうのでリーチを打つのが、これ2豆マスター方式ですね。なるほど、なるほど、はい、これ2豆マスター打法です、はいはい。今のも結構実戦でかなり出てくるケースですよね。そうですね、ああいう4連携みたいな。この2つ覚えて帰るだけでもかなり強くなります、はい。いや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 、よかったですね、この放送見てる皆さん。多分レベルが1個2個上がっていくと思います。結構ね、毎回迷うと思うんですけど、まあ、システム化しておくのもね、はい、1個だと思うんで、はい。さあ、アーク選手タンヤオ系のイーシャンテンになっていますが、まあこれパーソ出てもおかしくはないですけど、数字が多い、通ってる範囲がないのかな。まっすぐ行きましたね、このリャンピンは。はい、さあ福地パーソが浮いているが、ペーも手が止まっている。ペーが1、あ、いった、パーソ行きましたね。これはどういうことですかね。ペー現物でしたよね。あー、なるほど。これね、今親がリャンピン押したのを見て、うん、もしかしたらその追いかけリーチとかに備えて、あ、これは多分僕が思ってるよりもリレーズに上がらせたくないってことでしょうね、はい。ああ、なるほどなるほど。まあ、アルタイルと2豆は現状その3強1弱みたいな状態で、はい、まあ俺らでやろうぜみたいなことなんじゃないかなってちょっと思いました。さすがに見落としとかはないと思うんで、意図はあると思うんですけど。そうですよね。これサンマの親番やっぱ2回しかないうちの1回を、はい、あれで落とされるのはね、あの8000点失った福士さんよりも親番1回なくなったアークさんの方が痛いと思うんですよね、うん。確かに確かに。結構これきついと思いますよ、あれやられると。きついですよね。あれね、親があの後追いついて追いかけリーチして跳ねまん積もるとかよくありますもんね。そうするとね、4チーム横並びみたいになっちゃうんで、はい、もう何が何でもリレーズ突き落とすぞっていう福地さんからのメッセージですね。いやいや、これは戦略的な部分が出ました。さあ、トン2局、ドラは9ピンで福地選手にドラ統一か。
ワイコ選手がチートイツのイーシャンテンになってますね。さあ、アーク選手、辛く打たれたなっていう感覚はあるでしょうか、今の。あると思いますよ。はい、まあ、福地さんがどんな手から打ったのかは、アークさんは分かんないですけど、はい、まあでも、もうまっすぐね、来てるというか、うん、どっちかで上がろうっていう意図だとは察するはずなので。うん、はい。まあ、そうですね。あれやられるとやりづらいですよ。あの2対1みたいになってきますからね。どんどんあの残りの試合数が少なくなればなるほど。そうですね。はい。でリレーズチームはおそらく2連勝かデカトップ1回2着1回みたいな条件で、うん、ここ2着だとかなり厳しいですね。いよいよって感じになりますよね。まあ、最終戦ワケベ選手が出ますけど、はい、もう10万点トップとか、はい、オープンリーチしなきゃいけないとかね、結構選択の幅が狭まると思うんで。お、天敗。ペータンキですか。ペータンキでリーチを打ちます。これステハイすごいことになってますね。私はチートイツですっていう川ですね、もうね、これ、ね、はい、はい、両面落ちてる。赤含みのカンちゃん落ちてる。まあでもペー自体はあの他の人が単品系のね自敗素直に並べてる捨て牌なんで、はい、まあ、結構良さそう。山にはいそうって感じですか。山にはいそうかなっていう。自敗自体は安いですよね。はい。おお、リーチチートイドライオンになった。積もれば積もれば倍マン、倍マン。ワイコ選手が走るか。さあ、ナン。いや、これが切りづらいんですよね。これナンを止めるってことはペイも止めますよ。はい。福士先生もナンを抑えるんじゃないですかね、これ。福士先生はこれ自敗3つ。ハツは、ハツは2枚切れですね。まあまあ、地獄はないだろうと。まあ、1枚切れのまあ、1枚切れとかションパイとか抑えながら打っていくと思いますけど、はい、ただもちろん手になればね、勝負していくと思うんで、はい、まあ、手が進めば出る可能性はあるけども、まあ、現状まだね、うん、ペイがどこにも行ってないですからね。うん、さあペイ2枚山。うーん、アーク選手はこれ転敗した時に何勝負するかって形になってますね。まあ、なのでね、これペイまで掴んだらもうベタ折りするんじゃないですかね。はい。福地選手はなんかちょい押ししてますね、さっきから。福地先生はあのタタじゃしなざいって言ってほふく前進しながら粘り強く戦っていくっていう、まあ、歴戦のね、歴戦の、うん、はい。ただこの手はちょっと厳しいんじゃないかな。まあ、トーンは堅物でした。チートイツのね、リャンシャンテンですからね。はい。まあ、1枚切れくらいは、それだと1枚切れ支配くらいはやっぱり止める範囲の中に入ってくる。まあ通常のね、あの捨て牌だったら1枚切れの支配ぐらい切るかもしれないですけど、はい、あ、今アンコンだったチーストを現物だったんで切りましたね。なんでおそらく降りることになるでしょう。アーク選手も赤ウピンを引抜いて降りたので、あとはな、山に2枚のペイをワイコ選手が積もれるかという勝負になりそうだ。まあ2人とも相当自敗は嫌がってますよね。うん。お、急走は通っている。三眼光で帰ってくるかもしれないぞ。まあ転敗したら切るかもしれないですけど。はい。積もった。積もりました。これ倍満ですね。リズムチートイドラドラ。裏乗っても倍満。でも2枚がでかいですよ、これ。チップの獲得ならず。ならず。2枚オールで4枚なんで。はい。打点は倍満のままでもね、4枚ってことは2万点相当ですから。だいぶでかいですね、そう考えると。はい。はい。さあ、愛子選手、バイマンの見事な角上がりで親番を迎えました。2連続上がりですね。そうですね、はい、2連続上がりで親番でハイパイが、これはこれめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいい。ちょんちょんこそちょっと微妙だったが、ソーズ4連携で、まあカンチーピンネックですけど、はい、逆に言えばね、チーピンさえ入っちゃえば、もうだいぶチーピンさえ入ればもういただきみたいな手ですね。あったようなもんですよね、あんなの。うん、そしてそのチーピンがどうやら3枚、あ、ドラ表以外は全部。ドラ表のカンチャンってすごい嫌ですけど、3枚残ってたらね、ええ、全然引ける可能性ありますね。初初出てアーク選手がポンしていきます。イーシャンテン何切るかですね。これリャンゾーじゃないんですか。リャンゾーですかね、はい、まあ、リャンゾーが一番広いと思います。うん、
考えてるのは三品やチーソー、あでもね、暗蔵ですね普通に、はい、まあペーポンした時のね、こととかも考えたんでしょうけど、まあそれでも暗蔵切りでしょうね。はい、ペー出ますよ。ポンですかね。ポンはします。え、ポンせずですか。おっと、ポンせず、これはまあなんか守備力も残したいってことですか。こっからペーをポンしても、はいはい、まあ、ポン点は取れないんで、はい、まあイーシャン点の受け入れはかなり広がるんですけど、はい、イーシャン点からイーシャン点のポンなんで、まあだったらっていうことですかね。はい、アイコ選手関羽ピン待ちでリーチをかけましたね。ドラのパーピン切ってリーチですが、まあ待ちがドラのウーピンですからね。そうですね、アーク選手これチーソー打てないと思うんでペー落としてきましたね。はいはい、こう見るとまあペーポンしなかったメリットがとりあえず1個出たなという感じになりますかね。そうですね、まあ僕とかだともう、青泣いちゃったんで、はい、もう全力で上がりに行く、攻撃こそ最大の防御みたいな感じだったもんね。うん、わー、積もったリーズも赤花花、これ赤ウピン取っていいんですか。これ赤ウピンできます。はい、じゃあもう一個ドラですね。なんでハネマン9000オールの上がりでワイコ選手が展望を積み上げていきます。あとチップ1枚がでかいですねこれね。あ、そうですね、チップも取って、さあこの連チャンそろそろ苦しくなってきたのはリレイズチーム、アーク選手。リレイズここで沈みの2茶とかラス引かされると相当きついんで、うん、はい、やっぱりあのトンの一曲の福士先生のあの8000宝珠、本当だ、結構あれ技ありですよ。そうですね、視聴者の方はなんで現物あんのにあれ打ったんだって思うかもしれないですけど、はい、これがあれですね、福士マジックです。うわすごいなこれ。福士先生この後2着まくったりしたらね、もうですよ、足だけ引きずってね、引きずってしがみついて、はい、うん、ちなみにリレーズチームはこれ、まあ、トップもしくはまあ外にある2着が大体欲しいですが、ラスルと次戦は条件残りますか。うん、もう残ったとしてもあの2人飛ばすとか、あ、そのレベルでしょうね。そのレベルですね、うん、まあたまにね、その何半茶も何半茶もやってれば1回、うん、まあ、レギュラーシーズンでも麻雀警察がそうですね、ほぼ2人飛ばしみたいなトップを1回取ってましたけど、うん、ラスト1戦でそれを出せって言われると、まあ100回に1回ぐらいのことを、はい、一発で出せっていう話ですから、そういう話だから、まあそこで 1% 引けって話ですよね。まあ、でもわけべさんは自分で最終戦行くってね、さっき決めてましたから。そうでしたか、はい、アークさんとアヤジャンさん の出番をね、はい、指示してね、はいはい、俺が最初と最後行くって。あ、わけべ選手がそういう感じのなんかプレイングマネージャーというか、はい、采配を振るってますんで。あ、そうなんですね。あ、でもリレーズチームはわけべ選手昨日本当に脱落寸前のところからトップを取って大活躍でしたね。大活躍、まあ、その被害に遭ったのが我々なんですが、もうね、カジノ部も、はいはい、来年はチーム解散との噂もあります、ね、はい、やだなさあこの曲なんですが、うん、パッと見てあんまりなんですよね、手牌の進行的には。まあ、アークさん今ウーソーワンコになってちょっとやる気出たかなっていうとこですけど、はい、まあ、福地先生もいいシャンテンですけど、とりあえずチートイツって感じで進めています、ね。まあ、チートイツのみですからね。おい、メンツで拒否、チートイツに決めました。ワイコ選手花灰を抜いていきます。ドラが1枚もない時はなんかメンツ手にしてもリーのみになっちゃったりとかもあるんで、結構チートイ決め打ちしやすいかもしれないですね。まあ、守備力もそこそこあるしと。さあアーク選手いいチーソーが入りました。これでいいシャンテンローピンツも、ま、なんかこれを見るとちょっとメンツ手残してもよかったかなって思うんですが、まあなんか福地さんの手も、はい、なんかローソーチーソーあたりがドラとかだったら結構ね上がりに向かいたいんで、はい、メンツ手天秤かけてもいいんですけど、はい、まあ、これチートのみね、あ、これで結局ねリカバリーというか、結局うまくいきましたね、うん、リカバリーというかこっちの方がいいですからね、はい、そうですね、まあ、リーチはちょっとあれですね、チーピンは現物ですね。現物、アークさんの現物に合わせてますね。はい、アークさんがもう一回掴めば出るし、まあ、リーチ入っても出やすいしと、安牌だし、チューンは自分で切ってます、うん、まあ、福地さんがこれリーチ行くのかな、リーチチートイツ。そうですよね、一枚切れの自牌とか、まあ、そういう手頃な牌を引いてきた時に
そんなに打点がないんですよね、リーチチートイツ。まあ4000点の短期待ちでこのルールでね、はい、あの行くの結構勇気いりますよ。あ、例えばこれとかですね。あ、これね、これ良さそうだな。でもチーピンもそもそも良さそうだし、イーピンも良さそうですね。はい、イーピンは場に1枚切れています。これもアーク選手の現物ですね。あ、でもやっぱダマにしましたね。うん、ってことはまあこの手はまあかわしてで、うん、まあ福士さんはなんかこれダマにするイメージですね。はい、まあ、いわゆるなんでしょう、そのギャンブルリーチ一か八かみたいな勝負はあんまり。そうですね、はい、あのオープンリーチ多用してるね、そのチームとかもありましたけど、はい、福地先生はあのさっき楽屋でああいうのは明日がない人がやることだって言ってたんで。明日がない人、はい、もうこの一戦だけの人みたいな。この一戦だけの人がああいうのはやると。なるほど。だから福地先生はもうこれ上がらなきゃなんか優勝じゃないみたいなね。そういう時にしか多分やってこないでしょうね、そういうギャンブルリーチみたいな。本当に追い詰められないとそういう技を出したりはしないよと。さあ、そしてアーク選手、これ初どこ行っちゃったんだろう。あ、場に1枚切れていて、まだ山に1枚いますけどね。テンパイくらいしてもね、良さそうなもんですが、ワイコ選手ペーポンしてイソとキューピンのシャンポンに取ります。イソドラですね、これ、うん、あらららららあ、これはね、いや、これきついぞ、打ったら止められるか。いや、これ止まんないんじゃないかな。親にはキューピン筋敗退しちゃう。打ったら止めた。すごいすごいですね、これ。すごいすごい、イソドライス、赤ウソ3つあるんですよ。いや、すごいね、よく我慢効いたね、これ。あ、あ、スモギリッチ行きました。はいはい、これは親が仕掛けたから、親の仕掛けと。あ、これ出るんじゃないですか、イピン。あ、一発ですよ。一発だ。うわ、タイミングバッチし、福地誠リーソクチートイ。裏は乗らず。これがベテランの麻雀ですよ。いや、あのダマで上がるは分かるんですよ、チートイツのみで。だってね、守備見てダマにしてるわけですから。それを親が仕掛けたタイミングでいけるとリーチして。親が仕掛けたのもあるし、はい、もしかしたらあのアークさんがちょっと考えて現物抜いたんで、はい、アークさんが降りたのが読めたからリーチはあるかもしれないですね。マジっすか、それ。まあ、もしかしたらあるかもしれないです。ちょっとトップ取ったら後で聞いてみたいです、ね。はい、やっぱり福地先生からすると親ももちろんですけど、はい、アークさんをあのラスに落としたいっていうのが多分テーマなので、はい、アークさんがもう来ないんだったらリーチでいいやっていう。積もる場所間違ったな今。あ、積もる場所間違えましたね。花灰をね1枚福地先生抜いたんですけど、リーチさんじゃなくて、そうですね、普通のところから取っちゃいましたね。これどうなるんでしょう、はい、これはちょっと今タクを止めて誰かあの控え室にいる方行ってもらいたいですね。最低的には最低としてはあの牌を戻して、まあ、現状で続行していくような感じになりますんで。はい、はい、あ、今平沢審判委員長が、審判委員長これはこれはあの、はい、ツモハイを交換するということ。そうですね。1枚あの動かせばいいですか。動かして枚数を調整すれば大丈夫です、ね。リンシャンの1枚をツモハイのところに。そうですね。はい。リンシャンパイが今1枚多い状態となってしまっているので、はい、枚数を調整して、再開になります。なのでリンシャンパイが今7枚残ってるんですけど、はい、まあ、1枚こうツモに、ずらして、はい、まあ、ちょっとツモが変わってしまいますけども、はい、現状の局を続行することを優先するという裁定になりましたね。はい、かしこまりました。はい、再開となります、はい、福先生には特にペナルティーはありません。はい、まあ、こういうふうに、3マネ特に間違いやすいですし、現状復帰できるものは、まあ、なるべく。そうですね、影響のない範囲でということでしょう。もうゴロンで倒しちゃったりとかね、まあそういうのはね、ノーセンリーチで白ポッチ持ってきたりしたらどうしようもないですけど、はい、まあそういう時以外は、まあ雀荘のねこうルールに合わせてるというか、はい、はい、まあよくありますよね、フリージャンソーで打っててもこういうことって。そうですね、はい、やっぱりあの福地先生ほど打ってる方でもねこういうことがあるってことなんで、はい、まあ、人間ですからね、まあ、人間ですからね、はい、はい、かしこまりました。はい、というわけで、対局が再開しましたね。はい、ワイコ選手が、あ、これダブドラのウピンですよ。
あ、嬉しいですね。リャンピン先切るかシャー切るか。はい、リャンピンまで残してマックスにしました。そしてアーク選手はこの上落とせない。うん、ライコさんは今 E ピン3枚切れなんで場にね、はい、リャンピンのあの重なり見てリャンピン残したかもしれないですね。おお、今ヘッドがない状態なんで、うん、リャンピン縦引きが結構ありそうな場境だと読んでるんじゃないですかね、はい。実際リャンピンがこれ全部3枚ですね。リャンピン重ねたらすごいですねこれ。これでも狙ってますね多分。お、これはサブロピンでリーチいく。めちゃくちゃ高いぞ。さあ追い込まれたアーク選手、高いしいい町ですよね。サブロピン誰の手にもないですよ。持ってないじゃん。全部山ですね。山6です。山 6? 一発までありますよこれ。いや全然あります。おー、うわすごいピンズ。さあアーク選手はでも引けないでしょうねこれ。そんなことない。いや行くしかないでしょうねこれね。あ、行くしかないですよね。行くしかないけどもう行く前に積もりそうですけどね。いやまあ間違いない。うわきっつ。ウーピンか。ダブトラですよこれ。一応リャンピン取ってて、まあチュンチュンって、まあでもね難しいですよね。まあチュンチュン行って、うん、チュンチュン行く手はありますね。はい、あのピンズ、まあ、ウーピン通してもサブローピン掴んだら終わるんで、まあ、ローピン引いてきても使えるようにみたいな、そういうのはありますよねやっぱり。まあ、今ね、4頃のピンズが全部通ってない状態なんで、はい、ウーピン残しておけば次の、ね、そうですね、ピンズの筋も使えるっていうことですね。はい、まあ、何でもかんでもそのまっすぐ行くのが勝負じゃないんだよみたいな、そんな感じですね。さあサブローピン出てきませんね。どこでどこ行ったんですかね。まあ山でしょうね。でもねこれあるんですよね本当に、その深い時ありますね。そうさっきもね、うん、あの福地先生がオーラスの上がりトップでそういう状況がありましたが、もうこれワンパイがないようなルールですけど、あ1枚来ましたね、はい、パーピンはさすがに 押さざるを得ないか。言いそうで1回保留、言いそうを切るってことはこれリャンシャンテンに戻した格好となりますが、うん、あでもワンピンが通ったんでどうするかな、まあ、じゃあパーピンいきますか。次パーピン押すんじゃないですかこれ。あもう一回言いそうでしょうかな、まあ、うん、これはでもねパーピン切る気がしますけどね。筋になった人、あ通りやすいっちゃ通りやすいですよね。9ピンが早いですし、カンパーピンもあんまりなさそうだなってことで、あこっちに来ましたねローピンが。あと4枚ですか、はい、でも4枚でも、あ打点もついていく、パワーアップした。どうだ、パワーアップしてもあとね積もるだけですね。これアーク選手3ピン重ねるありますよ。3ピン重なったらウーピン泣かす、あってか現物か、ウーピン現物なんで現物で勝負して、うん、ちょっと紛れるとアーク選手にもチャンスがある。ただアーク選手三蔵がねどうなんだろう。三蔵2枚いますね。あじゃああるじゃないですか、うん、ありますよこれ。 あらららら、これどうします。リャンゾースーソーも取ってないのか。えっこれ地獄じゃないですか。残りの順目的にやめる可能性もありますね。まあ2着でも最終戦条件は一応残るんですよね。そうですね、もしくは中筋の数層切って、はい、テンパったら勝負みたいな。リャンゾーカさん、あ、まあ、抜きますか。ここは一旦勝負を預けます。まあラスだけは引けないですからね、はい、ラス引いたら敗退ですからね。おテンパった、あ福士先生テンパイですねこれ。サブロー走か6球走で、まあ球走の方がパーソーちょっと早い分若干増していくことで、サブロー様性リーチ、うん、行きました、行きましたね。三蔵がね生きてるんですが、3ピン積もった、3ピン積もりました。山の枚数が多かった。リーズモタンヤオ赤さん花花ドラ裏1だと 10本で倍満ですか。はい、倍満の1枚の上がりとなりました。2枚乗るとね3倍満まで見えるって、ね、そうでしたね。さあこれでワイコ選手10万点に到達した。うん、さっきねあの模様です、飛んだのを全部取り返しましたねこれね。はい、そして今バイマン農薬かぶりでアーク選手がまあまだ赤順2着目ではあるんですけど、福地選手と同点の、これアークさんからすると福地さんよりは上に行かないともう敗退みたいなもんなんで、はい、そうですよね。まあ他のチームが落ちてくるのをちょっと期待するみたいな、まあ他力
優勝を待つみたいな、まあ、そういう状況になりますよね。あと2戦残ってるとこのニアス狙いみたいな感じですね。はい、はい、あそれってね自分ではどうしようもないですからね。そうですね、2強2弱になるのを願うことしかできなくなっちゃうんで、はい、とりあえずこのゲーム2着で終わらせ て、はい、大将のアケベさんにつなぐと、それが最低目標ですね。さあ福地先生親番でドラン発切っていきます。手配がいい、ワイコ選手は一旦お休みか、ちょっと形が悪い。あおこれはね息通貫一回地層か急層切って、あの面本まで見るんじゃないですかね。うん、あ小切りましたね。まっすぐ行きましたね。小切るんだったらいい中打ちそうですけどね。はいはいはい、あのね地層か急層切っておけば次のピンズでもう面本完成なんで、うんはい、そうするかなって思いましたけど、これ で、ね、でこれでサブロッキューピン、うん、これでサブロッキューピンとかできるんで、うーんカンパーソンに狙いを定めたがこれがどう出るか。一応マンガンは闇点でありますね。まあなので福地さんよりとにかく着順何が何でも上ってことでしょうね。ってことであこれいきますか、リーチ、これでウッパーソリーチですか。はい、リーチをかけます、うん、これ積もれればね、はい、福地さんに親かぶりさせてと。パーソーがすごくいい町なんじゃないですか。四山ですねパーソーが。おっと一発もあるか。三ピン。まあ結果論ですけど。ねえ。止めてれば積もってた、ね、かもしれない世界線。あただウッパーソーも積もりそうな感じはあるんで。ウッパーソーもね山六ですからね。山六。ワイコ選手いいシャンテンですね。いいシャンテンいきます。ワイコ選手としてはこれ振ってもいいみたいな考えありますか、福地選手の親流して。でもワイコさんとしても、はい、まあルタイル、あそっか難しいとこですね。リレーズ落としたいですもんね、できるなら。どうなんですかそのワイコ選手のポジションとしては、まあ、トップを取ると仮定して2着はリレーズの方がいいんですか、うん、それともアルタイルの方がいい。いやこれどっちも取れるんですけど、例えばあの持ち越しがなくてフラットになるんだったらリレーズ叩けばいいんですけど、もちろん、はい、半分持っていけるんですよね、はい、半分ポイント持っていけるんで、はい、まあ、リレーズは落としたいんだけど、はい、でも生き残るチームの中でやっぱなるべくチップが上でいたいっていうのもあるんで、うんはい、まあ、どっちを取るかはちょっと難しいですね。人による感じがありますね、うん、さあそういう2番目チームはね、あの定期的にマスター中心に、ね、あの作戦会議などされていますので、はい、おそらくちょっと方針は決まってるんじゃないかなって思いつつ、昨日もねマスターが、ワイコさんと麻雀警察集めてね、はい、ミーティングしてましたんで、あパスを積もりました、ね、リーズも一通赤花羽マンの積もがいです。4戦8戦親かぶりしたのは福地誠、これでまあ4万点台に、は4万点は乗ってないか、3万点台の2着なんで、はい、3万点台の2着はチップ4枚払いですね。4枚払いですか。4枚ってなんか軽く見えますけど、はい、この今の時点での4枚はかなり痛いですから、重いですよね。さあオーラス迎えます。ラソヤワイコ選手花灰2枚抜いて、まあ、アープさんとすれば第一希望は、うん、あのリーチすればはいチップがもらえるかもしれないんで、まあ、そこですけど、はい、まあ、無理だったら仕掛けてでも4000点上がればチップの払いが2枚減るんですよね、はい、で次0枚まで行こうとすると羽マンが足りないんですよ、はい、羽マン上がると4万9000点で4万9000点も2枚払いなんで、はい、4000点上がれば2枚で済んで倍マン上がれば0枚で済むっていう感じですね。まあ、それだけ聞くとその4000点で堅実に行きたいみたいなのありますけど、あそうしましたね、うん、はい、まあ、これ4000点路線ですね、はい、ダブナンドラドラ、ダブナンドラドラ、まあ満願ですね、はい、まあ満願ですね、まあ倍満にはちょっとならなさそうな、ね、ちょっとねあれ面前で行かないといけないですからね。さあワイコ選手の手がとんでもないことになっていますが、すごいねこれ、はい、ドラが6枚ぐらい手にありましたね。これってオーラスの親の上がりやめってあの強制なんですか。いや任意です。ってことはワイコさんがこれを、決めれます、まあ、リーチしますよね、はい、リーチします。でこれ上がった後でワイコさんが続けるっていう選択もできるんで、はい、まあどうなんだろう、続けてもいいですよねこれ上がったら。飛ばしにねチップが2枚つくんですよね残ルール、はい、なのでまあそこを狙った続行っていうのは全然ありますね。おテンパイウッパーピン、ウッパーピンテンパイ入りましたね、うん、パーピン現物で勝つ2枚山、あこっちの方が強いかな。スーピンは2枚、スーピンは2枚ですね、はい、こっちウーピンもあるんでさすがにアーク選手の方が強そう。
ダーク選手もこれ打つとね、そうオヤリーなんでアーク選手も全部はいけないと思うんですよね、まあ、ある程度はいくんでしょうけど、はい、どこまでいけるかの、うん、ピンはこれはサブローピン取ってないぞ、4枚持ちこれはね多分シャンポンに変えるでしょうね、現物のGピン切ってシャンポンに変えます、うん、こうなると町がローピン1枚なんか五分五分になっちゃいましたね、これで五分五分というか数ピンの方が1枚多いですね、はい、あー、ね、でこう取ったならもういかないか、これで折りじゃないですか、うん、はい、あそうですね、これ上ピンまでバシっていくのはなんかじゃあ両面取っとけって感じしますもんね、そうですね、で数ピンがんこになって、はい、まあ、数ピンラス1ですか、ラス1、白ポッチは場に出てるんでないですね、ない、じゃあ本当に1枚をワイコ選手が積もれるかという勝負になりましたが、まあついてないやつもですもんね、うん、ね、もうついてるのは嫌いですね、ついてるのはないですからね、うん、まあ、仮にこれ積もったとするとリーズも赤4ハナハナからで、ん？リーズも赤4ドラドラハナハナなんで10本倍満スタートっていうことになるんで、裏ドラが乗れば裏1乗ったら3倍満で福士選手飛んで終わり、あとあのハナハイがねまだ1枚山に残ってますね、あじゃあそれ引いてからみたいなプランもありますね、そうですね、はい、そうすると福士さんを飛ばせるんで、はい、まあ、かなり理想系ですね、通過がね、もう通過が、まあ、通過は確定であとどれだけ伸ばせるかみたいな、そうですね、勝負になってきますよね、さあこれまあラスト1枚って聞くとねなかなか厳しいんじゃないのって思いつつ最後まで積もるんでね、あと2人とももう完全に降りてるんで、はい、追いつく人はまあいないですから、うん、横に流れたらまあ流局でしょうね、これはそうでしょうね、はい、なのであと1枚をが、ワイコさんのとこに行くかどうかですね、この曲は、はい、一応3人で積もるから3、まあ、ワンパイもあるから 33% とは言いませんけど3割くらいは積もるんですよね、これ3割弱積もりますね多分、うわーすごいな、 30% で3倍マンクラス、暗冠がないと裏ドラと4枚残るから5枚だけワンパイが残るんですか、はい、そこにいるか誰かの手に行くかだったら上がりを阻止できますがといった感じ、サーク選手手止まりました、現物がなくなりましたかね、えこれひどくないですか、ペイもペイがねションパイなんですよ、ションパイで、あとオールムスジサブローピンも切れないし、はい、ひどい話だな、ソーズも選べないですね、これ何切るんだろうな、ソーズ2と3しか通って、いや難しいです、自敗切るんじゃないですか、もう目つぶって切りました、目つぶって、うん、あのまあスーパイよりは自敗の方がマシだっていう、あれこれちょっと勘違いだったら申し訳ないですけど、はい、ローソー通ってません、ローソー通ってますか、あのアーク選手確か一発目にローソーをしたような気がするんですよね、気のせいかな、そうでしたっけ、いやでもいや4巡目リーチに対してなんで押してないんじゃ、あ押してるか、押してそうですね、あだからローソーあったんですね、要はそうですね、そうですね、はい、ローソーありましたね、じゃあ押したんだペ、うーん、あじゃあ、ごめんなさい、そうですね、はい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 、押したんですね、押したんですね、あーでもこれで、はい、うん、これでいよいよ新手詰まりです、これはローソーが3枚見えてるけど、うん、まだワンチャンスですね、ワンチャンスで、この順目のワンチャンスは信用ならないんで、あのもう紙です、その信用度は、はい、紙切れですね、はい、なんならEピンとか切った方が割と耐えるかもしんない、うーん、これ何切るかな、SピンもEピン切るか、現物のローソーを福地選手が切ってないんですよね、なんでローソーどこにあんのって言ったら山かリーチャーの手配かみたいな話がよくあって、そうですね、うん、そうなるとそうですね、こっちの方が多分耐えられると思います、よ、うん、抜けた、いやー抜けた、天は仰いだ、そりゃそうだ、これで打ったら敗退だ、いやっすよね、ベタ折りミスで敗退なんて、ね、あ、スーピンじゃないか、これ貫通りましたね、本当にスーピンか、あ、スーピンですね、これはスーピンです、ウーピンだったら赤いですよ、赤いんですね、はい、黒ピンは入ってないんで ね、 ね、たまにねこういう感じだと分かんないことあるんですけど、うん、さあ福地選手これは、ペー通ってますよね、あれです、あの暗冠して積も回数が減るかどうかとかを考えてますね、はい、暗冠したんで多分ですけど親の積も番が1回減るんじゃないですか、あのドラが1個めくれることによって、はいはいはい、親がねあと3回積もれるのが、福地さんの冠で2回になったのかな、あれテンパイしましたね、あれリーチ行く、あリーチ行くんだ、リーチ行った、これもう勝負いってますね、うん、これはあるか、
福地先生はね、リャンピンスーさ、スーさんがいないか。リャンピンあるんじゃない？リャンピンいますね。いますよね、これ。リャンピンの上がりあるぞ。あ、一枚いますか。あ、ここに流れた。行きましたね。いやいやいや。でも背景にいたってことですね。背景にいたってことですね。福地選手テンパイ取り切りました。これ2人テンパイでマークさんからするとちょっときついですよね。まあ面白くはないですよねこれ。あ、で連チャンするかどうかですね。結局やめるかどうかですけど、ワイコさんがまあどう選択するかですね。どちらもありですよね。うん、どっちもありますね。あ、ただこの雰囲気はやめを選択しましたね。いや、まだ決めてないか。違いますね。成績を見て、あ、でも払いました。はい、ってことはここでトップ確定、上がりやめになります。どうするかな俺だったら。やってもね面白いと思う。あの、まくられることはまあない、ね、99.9% ないんで、はい、だったら飛ばせそうな人は飛ばすっていうのはね、はい、まあ、ありかもしれないですけど、まあ、ここは、上がりやめを選択しましたね。はい、はい、というわけで、セミファイナルシリーズ第6回戦トップを獲得しましたのは大トップワイコ選手、2着に福地誠選手、3着ん、あ、ごめんなさい失礼しました、逆でしたね。2着にアク選手、3着に福地誠選手ということになりました。それではただいまより、トップを取りました健康麻雀2枚目のワイコ選手よりインタビューをしていきたいと思います。少々お待ちください。健康マージャン2豆は大阪の梅田にあります。当店は全国でも珍しい3人うちの健康マージャン店となっております。これからマージャンを覚えたい方やマージャン初心者の方でも安心して来ていただけるお店となっておりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。待ってます。企業リーグ2022毎週水曜日曜放映中。見てくれば。セミファイナルシリーズ第6戦トップを取りました大阪健康麻雀2枚目のワイコさんに来ていただきました。トップおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうね、2豆チームのね強さの原点みたいなのをさっき、見たんですけども、トップ取ってね帰ってね、こう、まあ、普通こうやってね、はい、よっしゃみたいなね。おお、あのマスターね、こうやってやった後に一個だけ反省点がある、はいはい、あの時のEピンがね、もう反省点しました。そうなんですよね、私はトップ取っても、はい、あ、今回ちょっとこれあかんかったなって思うやつが結構多々あったんで、ちょっとまずこれはチームとして強いですよ、はい、強いですね、はい、まずそれを言わなあかんなと思って。我々やっぱり敗退したカジノ部は本当に3人で傷の舐め合いをして、はい、ずっと、ね、あの、いや俺たちは強いからって、ついてないんだよなみたいな話しかしてないのに、ペロ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 舐め合ってます。いやいやいや、ただお互い3人が気持ちよくなる永久期間みたいな、はい、それはそれ大事なんですよ。いや、私あの一品の報酬はあかんかったなと思って、ま、あの画面越しにマスターすいませんって言いました。僕聞きたいのは最後の上がりやめするかどうかですね。はい、ああ、上がりやめします。しますか。はい、もうそんなもうします。飛ばしに、ね、やってもいいんかな。でももうあとはね、あの、ヒロさんとマスターっていう心強い味方がいてるんで、あと2人ね、はい、2人出番がありますからね。そう、もう全部任せてこようと思って、もうちょっとおんぶに抱っこやったんで、ようやくトップ取れてよかったです。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。トップを取りました、2枚目のワイコさんでした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ザン企業リーグセミファイナルシリーズ6回戦ご視聴ありがとうございました。次回の対戦カードをご紹介いたします。次回は、アルタイルジャパンから平沢元気選手、健康麻雀2豆目より麻雀警察ヒロ選手、そして合同会社ザンよりブン選手、以上の3名での対局となります。これで残り2試合となります、うん、はい、セミファイナル。平沢さんもそろそろトップ取らないと ね座ってないですからね。確かにインタビューゼロですからね。はい、はい、そろそろ活躍を見てほしいところです。はい、というわけでこの辺で、締めたいと思います。また次回もご視聴よろしくお願いいたします。それでは最後に手を振ってお返ししましょう、はい、さようなら。